若葉です。キャプテンオブインダストリー実況パート17やっていきましょう。前回ですね、こちらの食品工場で、豆腐をですね新しく作り始めました。そして、鶏肉もさばいてね、肉と肉の切り落とし2つに分けましたと。はい。で、肉の方は食品市場でね売り始めましたね、ここでね。はい。そして、ついに準備が整ったんではないでしょうか。スナック。じゃがいもかトウモロコシと塩、食用油、合成樹脂からスナック&バイオマースが作れるということで、あと足りないのは何かというと合成樹脂ですね。はい。ただ合成樹脂を作るための材料はもう全部揃ってるんですよ。材料というか技術は揃っている。ナフサと塩素、これらはもう作ること自体は可能なので、今回はナフサ作る、塩素作る、合成樹脂を作る、そしてスナックを原料に、包装食品ですね。これを作りたい。卵、パン、スナックから包装食品と。いいですね。契約により販売することが可能ですなので、自分の地域の中で消費することはできない感じかね、これはね。まあでも高く売れそうだよね。やっと作れるね。というかまだこれ研究してなかったわ。はい、急に追加しましょう。で、今研究してるの何かっていうと、船の方のパワーアップですね。船舶用兵器2をやっております。これが終わったら包装食品いきましょう。じゃあ最初はナフサを作りましょう。ナフサの作り方、今2種類あります。軽油か軽質原油。これだと、高圧蒸気を混ぜ合わせると、それでナフーサーになります。どっちかというと、この燃料ガスができる方がいいのかな。燃料ガスって何使ってんだっけ、これ。なんかどっかで俺燃料ガス使ってたよね。もういろんなところでいろんなことやってて、わかんなくなっちゃってるね。あ、これか。これですね。分解設備でやってるのか。入力不足、燃料ガスないって言って作れてないわ。はーん、なるほどね。あ、ここに持ってくるのはいいかもしんないね。じゃあね。じゃあ今、軽質原油を出しているこの上流とステージ2の出口。こいつをですね、一回取っ払っちゃおっか。ガーン、取っ払う。これですね、上流とステージ3。あ、いいね。ステージ1、2、3と並んだら結構見た目いいんじゃないこれ。あー、ちょっと大きい。いいね。できれば横に、真横に並べたかったけど、さすがに厳しいな。で、こっから、こう。で、高圧蒸気を入れなきゃいけないので、これ水。すごい、ぐるっとなったけど。まあまあいいんじゃない?はい。で、これで、あとは、ナフサと燃料ガスが出てくるので、燃料ガスは、どうしよう、直でそこつなげるの結構大変だけども、やるか。よし。これで、燃料ガスのタンクにつなぐと。で、あとは、お目当てのナフサだね。ナフサ、合成樹脂を作りたいから、塩素を作らなきゃいけないんだよね。塩素って結構スペース食うんだっけ?おう、塩水からしか作れない。塩素。今、塩水俺ここで捨ててなかったっけ?ダバダバ。あ、ですよね。めっちゃ捨ててる。ここで塩素作る?もったいないもんね。ナフサ作るでしょ?で、向こうここで塩素作るでしょ?で、ナフサと塩素を、この辺りかな。ここら辺に作りますか。合成樹脂工場。で、合成樹脂を使って、で、スナック菓子を作るのは、ここら辺。うん、いいんじゃない?ということで、ナフサを保存する液体貯蔵施設2を、まあ、ここでいっか。はい。ここで、ナフサ。で、ついでに塩素も作っちゃいましょうか。これか、電解層。ふぅ、100kW も使うけど。結構使うね。あれ、これ結構使わない?大気分離施設が 60kW でしょ。すごい使うね。100か。100ってあんま見たことないぞ。100すげえな。
まあでも、やむを得ないよね。もうこれでしか作れないんだったら、行くしかないっしょ。こうして、こうすればいいのかな？で、塩水を塩素にして、塩素を、これも配管2だよね。今回ロング配管多いな。うわぁ、すごい。ぎゅうぎゅう詰めでちょっと怖い。怖いなぁ。これ大丈夫かな？で、ここを、塩素、入れる。はい、これでナフサと塩素が揃うので、それらを混ぜ合わせて作るのは何かというと、樹脂合成設備。こいつですね。それをここに、こう置いて、つなぐ。で、ここも、つなぐ。OK。で、合成樹脂が出てくるので、貯めましょう。ここに、はい。入れると、いいんじゃないですか。ちょっと時間かかるから、他のとこ見たいんですけど、気になってるのがですね、ここのリサイクル施設が止まっちゃってるんですよね。で、なんでかっつうとね、見てびっくりしたんだけど、ガラスの破片がなんか出てきてんのさ。これはあれだね。研究施設4で使っているこの研究機器3。これがガラスが材料になってからだ。ガラスが出てきてるのね、きっとね。スクラップで。なるほどですと。で、ガラスの破片って、そのまま溶かせるのかな？ああ、溶かせるね。溶鉱炉で普通に溶かせるから、じゃあこれも持っていきましょうか。はい。うん。来たね。ガラスの破片が入ってきますと。で、これ多分ね、トラックくんたち賢いから持ってってくれると思うんだけどな、きっと。あ、今持ってったね。はいはい。あ、持ってた持ってた。いいよ。ん？持ってってるよね。持ってってるね。え？持ってってるよね。あれ？なんかなくなってるけど。あ、わかったわかった。こっから直接か。廃棄物選別施設のガラスの破片を、ベルトコンベヤーを介さずにもうね、トラックくんたち気が短いから、手やんでーってここにもう直接入れちゃってんだ。だからこのガラスの破片の貯蔵施設、トラック搬入オフにしてあげればいいのかな。で、個別の搬出経路。よいしょ。こっから、こちらの、溶鉱炉は直接指示できないのか。こうか。で、ここをガラスの破片にしてあげると。うん。で、個別の搬入経路。これを、こっちのリサイクルの方にこうしてあげるといいんじゃないでしょうか。はい、来たね。よしよしよし。入っていくね。あ、レシピ選択しない、もしかして。ガラスの破片、これだね。オッケー。こうすれば、ガラスの破片も溜まってって、砂の方が優先される。破片を優先してほしいな。はい、破片優先でお願いします。はい、来ました。で、ガラスの破片何がいいって、スラグを出さないことがいいよね。うん、スラグ邪魔だからね。よーし、いいよ。で、はい、こちらの方も出来上がりましたかね。ナフサ作ってます？これが蒸気塔ステージ3。でかいね。高圧蒸気あるけど、軽質原油がないって言ってんのか。軽質原油がなかなか作られない。抽出原油がないから。抽出原油はここで作ってるはずです。お、なにこれ。あ、抽出原油がいっぱいだって。抽出原油は、ここで、蒸気を発生に使っているはずだが、高圧蒸気はいっぱいなんだよな。もう一個、もう一組これ作れるよね。作っちゃおっか。もう電気いっぱいある方が、あればあるだけいいってね。ここら辺にさ、こうやって、作るでしょ？で、これだよね。高圧蒸気を、どうにかこうにか、ここに、こう繋げちゃえばいいんじゃないんですか？こうすれば、蒸気の使い道が増えるし、で、あとは、それによって抽出原油が、使われるようになっ
って、抽出原油が増える。抽出原油が増えると、ナフサがたくさん作られると。いいじゃないですか。で、こっちは、これ塩素。あ、これがナフサか。ごめん。これがナフサで今16しかない。塩素は結構あるんだね。102ある。うん。順調溜まってるね。はい。そしてですね、ナフサと塩素が揃い始めたので、樹脂合成設備で、ナフサと塩素から合成樹脂を作ると。めでたしめでたし。ん？あ、排気ガス。失礼しました。煙突、ここに。ここ。はい。出来上がってる！これが合成樹脂。よくわかんないけど。結構いい勢いでできるね。え、こんないっぱいできんの？ちょっと待って。あ、16個もできんの？これ。やば！結構えぐいね。すごい量できるね。この工場1個で、今後の分も全部足りるような気がする。よし、合成樹脂ができたんで、あとはいよいよスナック菓子を作りますかの前に、ちょっと研究の進みが遅いわ。ちょっと研究所を増やすか、これもう一個。増やしましょう。こっち側にもう一つ。ここでいい？この辺りでいい？ここ。めっちゃ、車の通る道邪魔してっけど。あっと、労働者が足りなくなりました。うっそー。あ、人口減ってるもん、二人。マジか。頑張って、東大。頑張って。もうちょ、あ、待って。これ以上難民は利用できません。うっそ。もういないの、難民。待って。じゃあ、かさらってくるわ。10人受け入れる。こっちも。10人受け入れる。ここもう10人いけるもんね。でもまだ2人足りない。他ないっすか？あ、評判1以上であることが必要です。だって。寄付しようか。はい。ちょっと寄付のために貨物を運びに行こう。誠意を見せないとダメだって言われたから。はい。集落へ積み込みを開始。ちょ、待って。人口減ってんぞ、おい。3人減ってる。これは病気かな？インフルエンザかな？多分そうだよね。病気って書いてあるもんね。0.2%。これは、病院か？これ、病院。あ、ここで合成樹脂使うじゃん。鋼と合成樹脂で医療機器を作るんだ。なるほど。ちょっとこれも急に追加しよっか。病院。人口減るのきっついわ。はい、よし。寄付完了したので、10人受け入れ。いやー、でもきついね。それでも、もう0人だもんな。これあれか。わかったぞ。条例だな。今多分、これやっちゃってんだよね。人口増加抑制。これダメ。これやっちゃいけない。やっちゃいけない。で、成長促進も入れとく？ユニティ1使うんだけど、まあやっときましょうか。ユニティマイナスになっちゃうけどね。これで人口ちょっとずつ増えていくでしょう。あ、そうだ。ここであれ使うか。前回の動画で見送っていた、この無圧蒸気を冷却槽で水にしよう。それやろっか。はい。こうして、で、出来上がった水は、こいつのところに持ってくるかな。こっちも足りないんだよな、水が。じゃあ根元がいいか。根元まで持ってこようか。おー、できた。これが冷却塔。早速来てませんね。無圧、あれ来ねえな。あれ来る、あ、そっか。まだそれは来ねえよな。煙突があるもんね。煙突を壊す。即時で壊す。配管をつなげると。OK！ これで、冷却塔でお水が生まれると。はい、来ました、来ました。おー、すごい、もわもわしてる。よっしゃ！船舶用兵器2、完成！やったー！これか、大砲1、お、大砲2、前と、後ろ。結構使うね。鋼材が、ちょっと足りないか。
でも機械部品、電子機器は足りるね。回収しましょう。見て、バトルスコア430まで上がるわ。素晴らしい。はい、包装食品も研究完了した。けど、ちょっと待って、先に船舶改良しておきたいね。よし。船舶、完了したんじゃない?まだか?やってますね。回収実行中。さあ、大砲1から2へ。超パワーアップ。前ボコボコにされましたけどね。今度は負けねえぞ。おお、これは強そうだ。いいね。またこの鎖がいいね。うん。錆びた感じのこの武骨な感じがいいっすね。これは強えぞ。リベンジ行こうか、じゃあ。どこだった?いや、もう何回かね、やられてるからね、俺ね。バトルスカ470、470か。あれ、今俺460だよね。負けるな、普通に。違うか、410だったっけ、俺。いくつ ?430 か。すいません。調子こいてすいませんでした。他のところ行こうか。この宝箱のとこ行こうかな。2隻バトルスカ430。これなら、いい勝負だよね。同じだもんな、430で。行ってみましょうか。はい。お宝ください。よっしゃ!勝負だ!さあ、行け!行くんだ!行けるはず!だってほら、66DPS だもん。これ攻撃力でしょ?これは強いよ。しかもほら、敵の範囲射程外から一方的にも攻撃してたね。あ、これは全然余裕じゃない?バトルスコア同じでも、こうも違うか。すげえ。おお、一石沈めた。もう余裕じゃないですか。おーら。やったー、勝ったー、嬉しい。さあ、お宝マークだったけど何が手に入ったかな?せーの。ドン!果実の種だって、フルーツだ。すげえ。そしてまた新しいエリア、これ。発見したね。石英の鉱山があったり、敵がいる。必ずしもこのバトルスコアで絶対決まるわけじゃないっていうのが分かったね。うん。結構余裕あったもんな、今な。よし。じゃあ、あとは、いよいよ、お待ちかね。スナック、作るか。食品加工施設を、ここでいいかな?作る。そして、じゃがいもからスナック。で、スナックは、半分は、食品市場。一個作るか、新しい食品市場。ね。ここに作って、ここで、スナックを販売。お菓子。これでまたユニティ増えるね。で、箱詰め貯蔵施設を置いて、こっから、そっか、バイオマスも出るんだっけ。バイオマスは、バイオマスか。バイオマスも貯めとかないと、またそこで詰まっちゃうからね。じゃあここに、よいしょ、置いておきましょうか。はい。で、スナック菓子の半分を、もう一つの食品加工施設でいいのかな?あ、違うか。包装食品って何で作るんだっけ?あ、組み立て工場なんだ。はい、じゃあここに作って、で、こっからこう伸ばすか。ね、はい、肉とパンとスナックで包装食品。まあ、卵でもいいです。まあ、肉余ってるから肉でいいんじゃないですか。え、肉余ってるよね。あるよね。あ、全然ね、10しかね、マジか。ちょっとこれ、鶏増やそうか。うん。OK です。で、ちょっと待って。これで肉は確保できるようになったんじゃないかな。なので、組み立て工場で組み立てをして、出来上がった包装食品を晴れて箱詰め貯蔵施設に入れるということですね。オッケー。こうだ。あ、こう。あ?よしよしよし。焦る。養鶏場が出来上がった。で、ここに鶏を連れてこなきゃいけないので、今、ここにいる鶏を、他の養鶏場に再配置、50。はい。こうすると多分こっち側に来たね、50は。はい。これいいでしょう。
で、屠殺オンにして、まあ、半分250かね、これも。よしよし、芋来た、芋来た、芋来たよ、やった。あー、来ましたー、じゃがいもから、スナック。これ、ポテチってことだよね。じゃがいもに塩に食用油でしょ。ポテチだよね。あ、なにこれ。え、なにこれ。地下水リソースが少なくなってるだって。うっそだ。マジで。あー、ほんとだ。全然ない。マジか。地下水がなくなってる。やばい。これはやばいぞ。地下水でがっつりここら辺賄ってっからな。それはちょっと次回だな。次回やりましょう。あ、すごい。これがスナック菓子か。ほー、すご。へー。さあ、これで、ついに憧れの包装食品が、来ます。おいで、やったー。お、すごい。段ボールみたいなの入ってんね。へー、すげー。やったー。いやー、苦労したもんね、これね。大変だったよね。包装食品は取引で使えるって言ってたよね。これ短期取引だからないのかな。長期取引。あった！あ、原油なの？原油。原油か。なんか、大して、うーんって感じだね。そんな使わねえな。あ、そう。ま、とりあえず、なんか、作ることに意義があるみたいなね。そんな感じなんで、まあ、いっぱいまでとりあえず作ろうか。この箱詰め貯蔵施設いっぱい360個貯まるまでは作り切って、で、それがいっぱいになったら、ね、ここも運ばれなくなるから、あとは、スナックとお肉を普通に売ろっか。はい、病院もアンドックできてましたね。これでもな、人口爆発しちゃうな。あ、出た。今、貨物船の燃料が少なくなりましたっていう、いつものやつが出たよ。こいつか、また。これなんか出るんだよな。謎なんだよな。ほら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 。なんか気づいたら、治ってんだよね。え？低圧回転式原動機は蒸気無圧を搬送するために輸送が必要。何を言ってるんだ？無圧。ん？冷却塔で、あー！水がいっぱいで、無圧蒸気を処理できてないな。いや、これもじゃあ次回やろう。ね、水がほら、ここでは水が余っていて、一方で、こっちではね、地下水がなくなろうとしてるから、そこはちょっと次回辻褄も合わせましょう。はい。じゃあ今日はここまでですかね。いやー、頑張りました。はい。結構大変だったけれども、やりきりましたよ。ナフサを作って、塩素を作って、合成樹脂を作ったと。はい。そして、それを使って、はい、ここら辺の食品工場群ね、スナック菓子を作り、包装食品を作りました。大変だったね。いろいろやりくりしたよ。いやー、だいぶ密になってきたよ。結構もうスペース、この辺りなくなってきたもんね。第2、第3工場とかをこっちにもう作んなきゃいけない頃かもしれない。あ、そして、ゴミの山、ダストマウンテンが、着々と出来上がってきてますね。いいっすね。はい。じゃあ、また次回ですね。やっていきましょう。よければ、チャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。